宮中に勤めた助官であるメの衣装なお、近代では、大城祭や、新滑祭りなどに、配膳などの役を命ぜられた助官が着用している。男子装束の恋み衣が大城祭だけの使用になったのに対し、うねめの装束は、例年も、古式を継承するものが使用されて、現在に至っている。神事の際には穀物を数多く運ぶ役割などを担ったため、 竹が短く活動的にできている。ちなみに、時代祭での小野小町は、平安時代初期のうねめの装束を身につけている。活動的なことから、現代の女性新職装束はこのうねめ装束を参考にしていると言われる。現在の形式がおおむね固定化されたのは、江戸時代中期と考えられている。古事記に見られる青すり頃も、平安時代前期の西宮期などの青すり頃も、 恋み頃も、すりからぎぬ、室町時代の助官が用いた、絵衣もなど、各時代、和服の伝統様式を吸収しながら、現在の形に定まったようである。ここでは明治以降、うねめが身につける装束について、上に着装する順に解説する。上条口派や、掛けぎぬえいぎればかま別取り代わり津田大輔、西宮城女装束城について、女装束城におけるすり頃もと、 青色古代文化研究第17号2009年。ありがとうございます。